13番マヤノトップガン、12番人気です。7番人気は17番ガイワスターレット、1番人気は1番アグネスタキオン。これ以上ない仕上がりですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。14番人気2番メジロマックイーン。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。9番人気3番ナイスネイチャ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。4番人気は4番シンボリルドルフ。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。5番ゴールドシップ、11番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。6番スペシャルウィーク、16番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。7番シンボリルドルフ、3番人気です。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。5番人気は8番メジロマックイーン。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。10番人気は9番ゴールドシップ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。8番人気10番マヤノトップガン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。18番人気11番グラスワンダー。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。12番スーパーフリーク、6番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。12番人気は13番マヤノトップガン。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。15番人気14番ナイスネイチャ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。13番人気は15番ナイスネイチャ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。実力は引けを取りません。2番人気は16番成田海進。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。7番人気は17番ガイワスカーレット。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。18番ゴールドシップ17番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。晴れ渡る空の下行われる京都レース場
芝3218人の馬娘たちが挑みます。一番人気はもちろんこの子アグネスタキオン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子成田大臣。注目の13番マヤノトップガン、7枠13番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは10番マヤノトップガン、13番マヤノトップガン、8番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、10番マヤノトップガン早くも先頭に躍り出た。続いて8番メジロマックイーン、8番メジロマックイーン、10番マヤノトップガン。2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。先頭がやや早いのか、間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。現在1番手は10番マヤノトップガン、8番メジロマックイーン。並びかけてきた。間もなく第4コーナーカーブ。さらに8番メジロマックイーン、その後ろから10番マヤノトップガン、2馬身3馬身開いて、13番マヤノトップガン2馬身差、2番メジロマックイーン大きく離れて、スーパークリーク少し離れて、ダイバスターレット。まずは1周目正面スタンド前に入った。そして内目を突き出してはスペシャルウィーク、そしてアグネスタキオン。その後3番ナイスネンチャ、その後ろからグラスワンダー、その後成田大臣。そしてその後ろから行くのは4番シンボリルドルフ、少し離れて9番ゴールドシップ1馬身差、7番シンボリルドルフ内で、18番ゴールドシップ1馬身差、5番ゴールドシップアグネスタキオン。果たしてどうでしょうか。焦っているみたいですね。前との距離が気になるのでしょうか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。10番マヤノトップガン快調に飛ばしていきます。10番マヤノトップガンまだリードをキープしています。続きました8番メジロマックイーン、その外並んで、おれ。そしてそのうち13番マヤノトップガン、ここまでが先頭集団。依然先頭は10番マヤノトップガン、2馬身離れて8番メジロマックイーン。3番手には2番メジロマックイーン。1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。10番マヤノトップガン先頭、10番マヤノトップガン。レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いて8番メジロマックイーン、1馬身差13番マヤノトップガン、2番メジロマックイーン。続いているスーパークリーク5番手、後からダイバスターレット、そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク。残り 1000m を通過、1馬身差アグネスタキオン、その後ろ3番ナイスネンチャ、後はグラスワンダー。それを見るように9番ゴールドシップ、4番シンボリルドルフ並んでくる。18番ゴールドシップ並びかけてきた。それを見るように成田大臣。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。13番マヤノトップガン前を狙っていると気持ちよく逃げている。10番マヤノトップガン残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。追いすがるスーパークリーク、10番マヤノトップガン速い速い、もはや独走状態。残り200。ご覧あれ、10番マヤノトップガン足色は衰えない。10番マヤノトップガンリードは4馬身、粘る粘る、後ろを突き放して10番マヤノトップガンゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。10番マヤノトップガン見事に完勝、レースを制しました。2着スーパークリーク、3着13番